日本福祉大学東海キャンパスで日本福祉大学仕事づくりプロジェクトの公開研究会が開かれました。東海市太田町の日本福祉大学東海キャンパスで9日、南知多町を拠点に活動する日本福祉大学仕事づくりプロジェクトの公開研究会が開かれました。仕事づくりプロジェクトは日本福祉大学福祉経営学部の助教授らにより結成されたプロジェクトです。障害者や子育て中の女性、生活困窮者支援による農業振興などの連携や事業開発、さらにその両者をマッチングする仕組み作りを行うことを目的に活動しています。プロジェクトでは就労機能や就労支援、子どもの見守りなど世代別のニーズに対応できる機能を付加した0から100仕事づくりサロンを設立し、住民主体で運営する仕組み作りを構想しています。いろいろなところがありまして、研究会では南知多町内の農業従事者から見る仕事のニーズや、高齢者サロン代表者へのインタビュー調査から得たサロンの可能性や課題などが報告されました。ニーズをどう満たしていくか、そして高齢者世代はですね、この福祉的就労以外のニーズをどう満たしていくかというところが、これから非常に私たちのプロジェクトとして考えなければいけないか。仕事を作る、また研究会では一般社団法人グリーンダウンプロジェクト理事長の永井和弘さんが講師を務める講演も行われました。羽毛製品を回収して洗浄した後、新たな羽毛製品として加工し販売を行うグリーンダウンプロジェクト、現在およそ10人の障害者の雇用も行っています。で、販売だけでも収入が足りない。参加者は講演会の中で一人一人がかけがえのない人材であることや仕事づくりのノウハウを学んでいる様子でした。